こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本もようやく F3 ステルス戦闘機計画進みつつある中、やはりオートメーション機能は大事な部分になってくる。F3 ステルス戦闘機でもあっても、すべてがコンピュータで管理でき、交換部品や発注からメーカー側の受注までオートメーション化。こんな夢のような仕組みが F3 ステルス戦闘機でも、できるなら航空自衛隊でも便利、業務内容が変わってくるだろう。すべてがオートメーション化できる。このオートメーション化は F-35 ステルス戦闘機でも同じようにシステムが作られているが、未だ機能していないと聞く。この F-35 オートメーション化の失敗にフレー F-3 戦闘機開発に役立ててほしい。ではこの部分について話していこう。大元の生産国であるアメリカはもちろん、日本でも航空自衛隊や海上自衛隊での採用が決定し、第5世代戦闘機として世界中のスタンダードな存在となりつつあるのが F-35 ライトニング2戦闘機だ。製造元はロッキード・マーチン社になる。この F-35 ライトニング2戦闘機はアメリカの統合打撃戦闘機計画から生み出された機体であり、一つのベースから3種類の派生型を持つことが特徴となっている。これはまず通常滑走路で運用する A 型、短距離離陸、垂直着陸で運用する航空母艦などに向けた B 型、カタパルトを備えた大型の航空母艦で運用する C 型の3種類となっており、日本も A、B 型を採用した。また F-35 ライトニング2戦闘機は近年の戦闘機に多い多用途に使用が可能なマルチロール機と呼ばれるもので、空対空の星空戦闘はもちろん、対地、対艦攻撃も並走によって担い得る機体となっている。こうした仕様や素性からも、極めて汎用性の高い F-35 ライトニング2戦闘機だが、第5世代戦闘機の特徴である高いステルス性とアフターバーナー未使用でも、音速を超える速度で飛行可能な能力も備える。まさに西側諸国にとってみればこれ一択と言えるほどの機能を有する。 F-35 ライトニング2戦闘機だが、さらにメンテナンス面でも精神的なシステム管理が行われていることでも知られていた。しかしこのオートマチックロジスティクスインフォメーションシステム、頭文字から ALIS と呼ばれたシステムは想定されていたような効率化を達成できずに終わりを迎えることとなった。これは2020年1月にアメリカ国防総省の担当者が明らかにしたものであり、2022年末をめどに現在の ALIS システムに変えて、今後リリース予定の ODIN システムに変更すると公表されたのだ。そもそも ALIS システムは F-35 ライトニング2戦闘機の製造元のロッキード・マーチン社が
その機体を構成する各種の部品に対して交換時期などを自律的に判断し、自動で必要な部品の発注までを行わせる予定だった。しかし、そうした理想の機能を発揮することはなく、アメリカ政府の検査員報告によれば、自律的どころか必要とする部品の管理にも手動での処理が欠かせず、2018年1月にはすでにシステム改修が決められた。この改修システムは ALIS NEXT と呼称されていたが、いつの間にかこれが ODIN システムに置き換わったのか、またはシステム名が変更されたのかは定かではないようだ。ODIN システムは近年のシステムの潮流である。クラウドコンピューティングに対応したものとなり、その上で F-35 ライトニング2戦闘機の運用管理に必須の情報をリアルタイムで制御するとされている。また、ALIS システムでは、得られた機体情報をもとに、その異常を通知するアラート機能が備わっていたものの、2015年に、そのアラートの、実に 80% が誤っていたと、指摘される信頼性の低さだった。一説には、こうしたトラブルの要因の、最たるものは F-35 ライトニング2戦闘機本体の開発費に比べ少なすぎるシステム開発の予算招いたものだとみなすこともあるようだが、実態は判然としない。ただし、これら一連の ALIS システムをめぐる不具合やトラブルの報道を聞いていると、何やら本当にこれがアメリカの最先端の戦闘機の生産現場の話なのかとも疑いたくなるようなお粗末なエピソードに思える。これが中国などであれば、そうした事態は十分発生し得ることだと、むしろ疑問に感じることもないのかもしれないが、すでに十数カ国が採用を決定しているアメリカの最新鋭戦闘機のことだと、不安も拭えない。こうした ALIS システムの状況を耳にすると、また別の問題かもしれないが、現在実用化に向けて開発が進んでいる AI 搭載による完全自律型の無人戦闘機などにも疑念が浮かんでくる。中にはある程度の生産数さえ確保できれば、ほんの1億円ほどのコストで製造可能と報じられていることもあるが、果たしてそこまでの低コストで本当に実用化ができるのだろうかと感じてしまう。また F-35 ライトニング2戦闘機で思い起こされるのは、航空自衛隊機が不幸にも墜落してしまった事故であり、これも機体回収ができず、正確な原因究明と今後の対策がなされるのかも課題だろう。日本における F-35 ライトニング2戦闘機の件で前向きな報道といえば、2018年末に一度は全ての調達機を完全な完成品輸入とするとしていたものが、
2019年末に再び国内組み立てに戻された点だろう。これは今後の F3 戦闘機の開発にあたっても最終組み立てとはいえ、最新の戦闘機を扱うノウハウの継続にとっては歓迎すべき決定だと言えるのではないだろうか。